民国の教育者、政治家、名は蒋だが字の教能で知られる中国国民党の政治家で、主に教育部門で活動し、省務員書官などで教育関連書籍の刊行等に携わった。著籍は《チャンス省体操州宝残件》。1896年に叔父が水上南省で官職に就いたため、修行能の一家も湖南に移った。1898年。 母術の政変で、変法派が壊滅し、湖南事務学堂総理だった熊生れ年が、失意のため隠居してしまう。この時、主は、熊の下に通い、旧学を学ぶ。1903年、上徳府中学堂に進学し、この頃から革命派の思想に触れ始めた。翌1904年、修行能は日本に留学し、公文学院と成城学校で学ぶ。1905年、 中国同盟会に加入した。同年冬、新国留日学生取締り規則に反発して帰国し、翌年、留学生仲間と上海で中国工学を創設した。1910年、コナンに戻り、公立高等実業学堂英語教員や公立農業学堂翻訳を務めている。翌年、新害革命が勃発すると、コナン省の革命派に加わって戦った。 しかし、コナン革命派の指導者である、小作本、陳作神が立憲派に殺害されると、主は失望して、上海に逃れている。1912年、総教人の招聘を受けて、主行能は北京に移り、民主法編集と、阿東新聞総編集に任せられ、革命派の思想宣伝に努めた。翌年、第二革命勃発のため、両氏は廃官の浮き目に会い、主は、 天津に逃れた。その後、熊丸都市内閣の成立とともに、かつての市に招聘される形で、北京政府のお勝負で職を得ている。しかし遠征外が皇帝即位を目論むようになると、これに不満を抱いた主は職を辞し、アメリカへ留学した。アメリカでは、教育部米国留学生監督どころ初期に任ぜられ、その傍ら、ワシントン大学で学ぶ。年、 完璧を取得して、コロンビア大学で研究生となり、学士、修士の学位を取得した。また、この頃に、キリスト教に入信している。1921年、北京大学校長、蔡玄梅の招聘に応じて帰国し、教育学を講義する。その後、北京女子高等師範学校での授業も兼任した。1923年、多くもこの招聘に応じて、 上海の商務院書館に赴き、新学生の下での中学、小学教科書編さんに協力している。その傍ら、教育雑誌などの教育専門誌において、記事執筆を担当した。1924年秋、六甲大学国文系主任となり、やはり教育学を教えた。翌年、新たに創設された光科大学で、教務長となり、さらに、 大科大学野学でも授業を引き受けている。1926年、教育大事書の主編者となった。この頃から修行能は中国国民党の北伐に協力し始める。1927年、上海に国民党による市政府が成立すると、教育局局長として招聘された。翌年4月、国民政府大学院院長の再現場招聘され、 大学院普通教育所所長に任せられる。同年秋に大学院が教育部に改組されても引き続き改組後の普通教育市長を務めた。1930年3月、常務次長に昇進したが、同年12月に教育部長、小ユメリンと共に辞任している。これらの地位にあった間、主は多くの教育制度の制定に取り組んだ。1931年、 中国工学代理校長に就任し、4月、上海市教育局教育討論会委員長となる。同年夏には、災難に移り、三島人代大学校長となった。翌1932年9月、湖南省政府教育庁長長に転じ以後1943年3月まで10年以上に、渡り子の地位にあって、省内の教育制度整備に尽力し、 成果も残した。その後、重慶に移って、国立中央大学教育長となる。1944年、教育思想という著書を商務院書館から刊行した。同年3月、修行能は教育部政務次長に任命され、翌1945年5月、国民党第6期中央監察委員となっている。日中戦争終結後、政務次長を辞して、 多くもこの公認として、商務飲酒感想経理となり、さらに光か大学校長も兼ねた。1946年11月と1948年3月の国民大会にも代表に選出されている。1948年11月、国際連合教育科学文化機関に中国主席代表として出席した。国境内戦後はアメリカに渡り、 コネチカット州のハートフォード紙学校で教官となっている。1951年3月9日、アメリカで心臓病により死去。満63歳没。ありがとうございます。